猛虎ならば去ったぞ。猛虎ではなく、族の一味が菰田を荒らし回っているのです。私の家族も皆殺しに、ひどい有様で。俺が仇を討って死んぜよう。どこで殺されたのだ。我が家です。ここから北の川沿い。そこから足跡を追ってみる。お主の名は？サキと申します。家族の無念、必ずや晴らそう。こっちだ、カゲ。いい子だ、カゲ。あれが先の中の様子は。賊と戦ったのか。この地が記されておる。これはようやくお前と夫婦になれるだと。行きずりの殺しではない。中は十分、次は外だ。主を守ろうとしたようだ。
ークの足跡が街道へ。お侍、お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて、馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい、荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？菰田の村がどうのって、焼けたはずですがね。行ってみよう。お主は、ケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて、叩きのめしてください。菰田の村、ここに賊。さきの家族を殺めた輩。頼むよ、見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女が春男っていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど、春男と夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。先の家族の敵討ちに参った。消え失せろ。
先に確かめなければ。尋常に勝負。太刀を抜け。何があったのだ。なんともひどいお話ですよ。
先はどこだ。川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った賊にたばかられておったのだ。仇を討ったというのに。それはありがたい。きっと先も成仏するでしょう。